ちらはこう、なんでこいつめい、もう人生やめようが。おいおいやめろお前そういうこと言うの。めい、5月生まれだろうなこいつ。死んだ後ってどこに行くんだろう。知りたいけど知りたくないな、うん、知らなくていいよ。浮き沈み激しい子、俺の一生をきっかけにはできない。俺の一声か。うん、じゃあどうしようもねえじゃねえか。そんなこと言うなよ。そうだよ、俺にどうしろって言うんだ。もうさ、私生きてて喜ぶ人なんていないんだよ。それはそうかもな。やめろお前、俺は生きててほしいよ。止めてくれるの？止めるよ。だって見殺しにはできないよ。死ぬのってやっぱり怖くてさ。それは怖いよ。最後誰かに背中を押されたらって思ってたけど止められちゃったな。そうだよ、死ぬなんて怖いし痛いんだよ。止められたくて背中してるんだ。それは言うな。 そんなつもりはないよ。だよね、うん、気持ちだよ。あなたは一声で勇気が出た。行ってきます。何が間違ってた俺今。何がいけなかった俺。そんなこと言うね。今ちょっとホラーだったんだけど。俺は生きててほしい。止めたらダメだった。でもダメだよな。止めた方がいいよな。止められたくて連絡してるんだ。そうなのかな。これ正確さやぞ。どうせならもうちょっと生きてみようよ。そうだね、どうせ死ぬつもりなら持ってみようか。どうせ死ぬつもりならって思ってみようかな。思えるかな。きっと大丈夫。また何かあればいつでも連絡してこい。ありがとう。いや、いいね。誰かからの死ぬなを求める人になってませんか。うん、死にたいっていう人はいるけど、死ぬっていうのは本当に難しいからね。痛いし苦しいし、周りの人も何も得しないからやめた方がいい。あんまりこういうのね、動画で言わない、言いたくないんだけど。次行こう。今日調子いい。うん、お肌とか、もろもろ絶好調。えのちゃん、うん、髪型が再現されてる。すごい。鏡の後ろで撮るのか。そう、うん、振り返り美人という言葉があるように、女の後ろ姿には秘めたるパワーがある。背中からオーラ出す女になりたい。もう半馬裕次郎みたいな。背中に鬼神が宿ってるみたいになっちゃうけど。職場の先輩めちゃ綺麗なんよな。めちゃ綺麗だねこれ。お肌めっちゃ綺麗だね。こんな先輩がいるのか、羨ましい。でどうしたらいいの。お肌か。え、違うの。おでこ、後ろ、これ後ろ姿めちゃくちゃ綺麗です。ああ、そっか。マジめちゃくちゃ嬉しい。そっち、後ろ姿綺麗だね。後ろ姿綺麗なのって憧れてたから。よっしゃ、張り切って飲み行ってくる。飲み行くんだ。飲み行くんすね。え、どういうこと。後ろ姿に自信持った。よっしゃ飲み行くかってなる。何、後ろ向きで飲むってこと。ただ褒めればいいわけじゃないんです。どう褒めるかがさっき見たぞ。ジラヤ箱、鈍感の極み。次いつ飲み行けそう。祝日って休みだっけ。寝起きてる。しつけこいつ。返信ちょうだいよ。あん、あんちゃん、誰にだって秘めてる思いってあるよね。恋してんのこいつ。たまに連絡してくる女、苦手なタイプだから適当にはしらってる。あ、そっか、苦手なのかこういう子。うん、まあ、確かに苦手な人は苦手そうだね。絵柄はめっちゃ好きだけど。悪い、仕事忙しくて。仕事忙しいんだもんね。嫌なこととかあったらいつでも相談してね。仕事のことはわからないけど、話すだけでも楽になるだろうし。4個ずつ打たないと死ぬの君。あいよあいよ、人すぎだろ。ってことで飲みでも行こうよ。
急すぎない？忙しいって言ってんだよ。もちろんランチとかでも、私が辛い時も助けてもらったし、あ、それがきっかけなんだ。恩返しさせてよ。また4個ずつ打ってるよ。きつくなったらよろしく。4649。絶対もう辛いやつじゃん。うざ。私に隠し事はできないぞ。つんつん。今から飲み行くとかでもいいよ。忙しいっつってんの。また4個ずつ打ってるわ。あ、もし外出るの面倒いなら美容のやつ。オンライン飲み会。ごめん、今日は無理だ。いや、もう寝るよ。寝るわ。ごめんな。そっか、じゃあ明日とか？なんでそんな飲みたいんだよ。オンライン飲み会って意外と酔うんだよね。離れてるから酔っ払っても解放してもらえない。気をつけないとだ。4個ずつってな。自慢できるやつ。これは自信持てる。期待させないようにしてるのに期待されることはありませんか？俺はない。俺はないわ。うん。悲しくなるから言わせないで。占いさん。あなたの目の前に階段があります。この人、急に送ってくんのこれ。なんか、今から占いをしますとかじゃなくて、急にあなたの目の前に階段があります。そしてあるところで立ち止まったあなた、それは何段目ですか？知らねえよ。600万段目。いや、もう蛇の道かってぐらいあるけど。それはあなたの恋愛経験値、やば。フリーザよりあんじゃん。高ければ高いほど経験豊富で恋愛経験を積んでいることでしょう。なるほど。やば。たらしじゃねえか。あなたが立ち止まったな。600万段目ですよ、俺。アドバイス中。指示中。ちょっと今日マジで滑舌悪い。滑舌。おーい、最近元気ないんじゃない？ゲームも全然インしないじゃん。ゲーム友達か。ゲームだけやって死んで生きてーです。うん、死んで生きて。一緒にゲームしたりしなかったり、おせっかいが過ぎる時があってうざい。まあ、ゲーム女子か。うん、うまいんだろうなこの人な。仕事忙しくして悩み大きい時期でして、仕事忙しいねこいつ。基本真面目すぎなんだよ。休日も仕事仕事。エリートなのかもしれないけど、エリートなんだ。自分の健康を考えられないのはエリートじゃないぞ。お前が言うな。ゲームだけやって死んでいくやつが言うな。お前それ。そうだよな。無視する。相談乗ってるのに既読無視とかないわ。相談乗ってる俺がいつ相談持ちかけた。仕事忙しい。始めすぎなんだよ。俺はエリートなんだな。ベジータだな。サイヤ人のエリートもそうだよな。多分めちゃくちゃ仕事もできるんだろうし、何でもそつなくこなすことができるんだろうけど、リアルの人間関係苦手タイプしよう。急にディスるな、お前。あなたのことが苦手です。そうだな。なんとも言えん。ないとも言えん。でも人間関係苦手な人って仕事昇給できる？昇給できるか。それはそういうタイプの人って自分がめちゃくちゃ頑張ってるようで、実際近くにいる人が一番大変なんだよね。そうかもしんないけどさ、周りが大変ってことは自分も大変なわけで、そういう負の連鎖を勝手に起こしちゃってるんじゃないかな。急に何度こいつゲームだけやってるくせに。もう少し肩の力抜いてさ、息抜きするときはして、やるときはやるって方がいいんじゃない？つか俺アルバイスミート求めてないんだが。は？キレられちゃったじゃねえか。そっちが疲れてて、なんか周りにまで陰気なオーラを移そうとしてから解決してあげようとして思って連絡したんじゃん。もういいわ。それ仕事もうまくいかなくてストレス溜まるだろうね。急にベラベラ喋りやがって。まあほんと嫌なやつ。おいおい、もう選択肢ないんで。もうこれバッドエンドだろ。アドバイス中。過度なおせっかい。おせっかい、おせっかいなのか。青春っぽい一枚。旅行最高すぎた。お前近いアイコンが、こんなアップ。相当自信があるんだね、自分の顔。一生夏だったらいいのに。麦わらハット可愛すぎて幸せ。黒い肌も悪くね。もちろん白もいいけどな。急にどうしたの？
多分この人はちょっと褐色なのかな、健康的なんだろうな、そうは見えないけどな。どこ行ったんだっけ、合ってるわ、ハワイ、あーダメだ、沖縄か。青春っぽい一枚どうぞ。沖縄でこれ撮るか、わかんねえな女の子は。あれだ、チンコにしか見えねえ、ごめんな。チンコの先っぽに帽子をかぶす麦わらハット、かわいいな。これお前か、後ろ姿でも私を選ぶとは、あんたも好きね。あ、なんかいいわこの子、なんかね、冗談っぽい、冗談めかしい人好きだわ。大切な人なら後ろ姿でもわかりますよね、大体わかるけどな人って。寺山公裏赤パラダイス、心聞いてよ、マジ最悪なんだけど。なんか、目つき悪いな。大好きな彼ピとラブラブなグッデイ、あ、こいつ彼氏んのかよ、裏垢で彼氏の口とか言うんだ。裏垢とかみんな持ってるもんか、俺は持ってないけど、どっちかっつうとこのケンタのチャンネルの方が裏垢みたいなもんだけどね。何、彼氏か、彼氏の裏垢バレた、それ終わったな、それの何がいけないの。あ、へこむね、わらでしょ、めちゃくちゃ愚痴とかつぶやいてて全部見られた、終わったなお前。裏どんな愚痴言ってたの、基本彼氏に対しての愚痴だったから気まずくてやばい、気まずいなそれは。ケチとか服のセンスないとか、インスタで投稿しても反応少ないのとか引いちゃうとか、普通に嫌なもんだな、それは結構きついな。だよね、だからそのアカウントはもう消して謝りまくった。おお、謝れる人は、まあ、強くなれますよ。他にも裏があんの、まさか、うわあるわ。ぶっちゃけツイッターだけでも、6個ぐらいある。そんな作れんのツイッターって。今回消したの、消したのアカウント、消したアカウント、そこそこフォロワーいて結構使ってるやつだったからショックだけど、一番バレたらやばいのがバレなくてよかったって思うことにした。ほどほどにな。裏垢作りまくってんだな、多分裏垢バレるってことはもうそのまま心って入れてんだろうな。うわ出た、どうもこんにちは、これちょっといい情報くれんだよな、あ、これはハズレだわ。ジラヤバコウ、さっきありがとうね、3年ぶりの脱出、これ多分帰国子女だな。うわ、いるわ。 There is always light behind the clouds、何があるって、 Always、clouds、雲の上にはいつも光があるみたいなこと言ってね。アメリカ留学してた子、留学は彼女にとってプラスかマイナスか。いきなりハグされてビビった、アメリカでは普通なんだけど。やっぱりな、いやアメリカではハグなんて普通だよ、みんな見てたから恥ずかしくない、もっともっとすごいこともしてくれるの、気持ち悪い、何考えてんだ、キモすぎ、ファッキュー。まあアメリカでそれ言っちゃダメだろ、アメリカでもファッキューって言っちゃダメだからな、殺されるぞ、みんな見てたから恥ずかったわ。あー日本人って感じ、エレナ向こう行って思ったけど、本当日本の人って周りの目気にするよね、それで縮こまって行動できなかったり、本当もったいないよね。あ、その絵文字もあれだわ、アメリカ、まあ同じこと言ってる、まずその顔文字をやめろ、やめろまで言わなくていいけどね別に。これアメリカではみんな使ってるのにここ日本ですけどって思ったことありませんか。当てた、まいちゃん、まきちゃん、すいません、ちょっと買ってきてほしいものがある。パシリ、何、星に入るものは、これ自作なのかな、ネットから拾ってきたのか。掘る、巻く、あーこれは簡単だね、 LAL
ホル、ホールだ。うん。エールが応援で、ホールが穴。マクマークだから。はいはいはい。印ね。ホス、ホース、馬。なんだと、馬？馬を買ってこいと。あ、ホースね。はいはいはい。一回馬で行ってみる。全然違うんか。はい、ホース。そう。何に使うんだよ。さすがよくわかったね。じゃあ待ってるね。どこで売ってんだよ。コーナー？ジラヤバコー。お？なんか美学生か、こいつ。一人暮らし最高だけど、ダルルワラ。最近一人暮らし始めたらしい。大変だけど一人って楽なんだよな。わかるわ。何がしてんだこの子は。絵描く服装じゃない気がするけど。わかる。自炊とかね。あ、お金が大変だわ。家事ってこんな面倒かったんだって感じ。まあでも結婚したらやるんだぞ。まあ女子がやるとは限らないけどね。洗濯とか特にけれど、自炊とか一切してないわ。自炊ね。デリバリーとか外食に頼っちゃうよね。わかるわ。コンビニとかね。一人暮らし向いてないのかな。今からそんなだと夢に行きそう。少しずつ成長だね。今日もゴミ捨て忘れちゃってさ。あるある、汚ねあるある。結局また近所のコンビニっぽいです。それあ大丈夫か。それすいません、コンビニさん。コンビニに家庭ゴミ捨てたの？お前ちょっとそれはね、 LINE 超えな気がするけど、うん、たまにやっちゃう。うわ、引くわ。あ、そうなんだ。コンビニってこういう時便利だよ。そういうことじゃねえんだよ、コンビニって。ポイ捨てとかもするタイプ？ポイ捨てしてたらちょっと引く。ポイ捨てっていうか、うちマンションの5階、嘘だろ。うん、まさか吸い殻を捨てるとか言わないよな。5階だぞ。5階って結構高いぞ。まさか。ちょうど1階。いや。マジで？ 1 階部分に灰皿設置されてんのもちょっとおかしいけどさ。それダメだろ。いや、あれだよ。あれだよってなんだよ。タバコって言ってもアイコスだから火ついてない。いや、どういうことだよ。普通のタバコだったら危険すぎるよ。いや、そういう問題じゃん。うん、そっか。だったらいいかってならないけどな。誰かのさ、知らんやつが加えたタバコが上から降ってくんだぜ。そういう問題じゃん。もうモラルが終わってんな、別に。一人暮らしだとこうなるのか。究極の選択。恋人に求めるのは性格、容姿、経済力、面白さ。究極だね。性格。じゃあ一個ずつなんか全部欠落したやつを見ていこう。性格良くて、性格めっちゃいい、人格者、募金めっちゃしますって人。めっちゃブス、金ないもんない、やだなそれは。容姿めちゃくちゃいい、本田翼張りにいい、でもめっちゃ殴ってくる、お金ない思んない、やだなそれも。経済力めちゃくちゃ金ある、でも殴ってくる、ブスって思んない。まだマシか。面白さ、殴ってくる、ブス、金ない、でも面白い。全部嫌なんだけど。2個以上選べないの？こん中だったら経済力だな。金を絞るだけ絞って次の女に使う。あ、そうなんだ。なんか嫌だな。俺一番少ないじゃん。